どうも、トマッピーです。どうも、ヤソカです。動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。どう、ヤソ、レガシーは何の種目が好きな、好きな種目トップ3教えてください。シールド。おお1位シールド。シールド、まあ好きだよ俺も。おもろい。その日ね、渡されたパックから出たカードでさ、持ってるカードだけでデッキを組んで戦うという、いつでも初心者のような気持ちになれるけど、はい、デッキ構築とプレイは上級者になってるみたいな、うん、で、はい、ドラフト。手ぶらいいね。ドラフト、ドラフト俺も好き、うん、手ぶらで遊べる。そう、え、俺も2トップその2つかも。てかまあカード屋の商売上がったりなんだけど、それ、うん、まあ、長いパック割れるか、うん、マジックかって人ってそこになるよね。まあね、なんかその、うん、ない大会でやりまくるからさ、構築さ。そう、なんか常にその1回1回の新鮮さがあるのはやっぱりリミテッドだよね、うん、パックかけて組んで戦う。そうそうそう、うん、いい。3位、最後はひねくれてくるか、普通の構築のポピュラー種目でくるか。まあ言うてスタンダードかな。でもスタンダード、うん、まあ環境がやっぱ一番変わるから頭を使い続けるみたいな、うん、なんかやっぱりいっぱいいるから飽き性っていうのもあるけどね。変化が多いのがいいんだね。そう、もうずっと長年やってるとね、やっぱエターナル環境は長く遊べていいけども、同じカードでね、環境の変化少ないからやっぱ、うん、順応できやすい人からしたら飽きやすいかもね。うん、うん、なんか別にその使いたいデッキとかそんな多いわけじゃないから、うん、好きなデッキっていうのがあるわけじゃないからはいはいはい、別にこだわりないから、まあ基本的に強いデッキとか勝てるデッキになっちゃうから、最終的に毎回考えることが多い方が面白かったり、新鮮な方が面白いって感じだ、うん、なんだかんだエターナル環境強いデッキあんま変わんないからさ。確かに、うん、3位はなんだろうな俺、まあ、また今度考えとこうかな、うん、ということで今日やっていくのは全くお互いの、あ、でも俺レガシー一番構築では好きってずっと言い続けたから、確かに、ね、結構、ね、じゃあギリ3位、うん、僕の3位に暫定入ったレガシー対戦を今日やってきます。今日のマッチアップはチャタン対シノカゲということでやってきます。はい、ということで今回、まあ、チャタンですが、はい、チャタンというのかなんていうのかみたいなデッキだけど、うん、まあ一応チャタンだね。青がちょっと4枚ばかし入ってるけど、まあアーティクトでマナ加速してフラッシュバックで手札全部席のシャッフルして7枚かタイムついたかなみたいのを打って、ライオンアイとかでぐるぐるしてマナ貯めて、まあ、カーンで何個悪いことしようってデッキです。よくわかんないデッキだね、うん、ちょっとごちゃごちゃしてるけど、うん、いっぱいアタック出してマナ出して引いてみたいな、まあ、あと普通にウルダの物語が書いてるんで、まあ、その辺で殴ったりもいけるし、まあ、ターボカーンで勝ったりもあると。アタックといっぱい並べるデッキです。はい、はい、対して今回僕使うのは死の影なんですが、今回その見どころ死の影というなんか新しいデッキになっていて、突然出てきたね、うん、まあ、昔は黒緑グッドスタッフみたいなのもレガシーでもあった気するけど、白入りとか、まあ、死の影というよりか結構まあ見どころグッドスタッフに、うん、まあ、ちょっと無理やり死の影入っていて、この死の影何なんだろうね。ライフ、いや単純にクロックが早い、やっぱターン短くしたいから。確かに手札破壊してまあどついていくっていう感じだな。そう、ズーみたいな、まあ、結構ね、再活性とかで自らなんかグリーフ振ったりとかでライフ失いつつ、あとはフェッチギルラン、あと殺しとかでね、ライフを払って、見どころってね、やっぱクロックがすごい低いから、ダラダラしちゃって、得できて負けるっていうデッキなんですが、まあ、そこを死の影で一瞬で勝つというコンセプトなのかなと思います。デュアラン1枚だけだよね、うん、あとショックランド入ってるもんね、面白いよね。死の影デッキだと土地が安くなるっていう、いや、しかも確かになんか足りないからとかじゃなくて、うん、デッキのためにわざわざ2点食らう方を入れるっていうね、これ。ショックランドはデュアルランドの介護官なんて言えないよね、うん、この死の会が登場した後はね。確かに、てかほぼモダンみたいなデッキだね、こう見ると。そうだね、再活性とかは入ってるけども、うん、はい、ということでどんな対戦になるのか一緒に楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。いやー、判別されてマナーじゃったけどスカスカになる図が見えるわ。見えるね。でも回ったときはどうしようもないな。そう、まあ、エコーさえ引いちゃえばね、うん、エコーか、まあ、フラッシュバックでまた悪いことできるから。 OK よ、はい、4お、撮影日的にダイス2-2だね、うん、やります。あれ、取ろう。裏切り者にやっぱ、うん、コノリス、はい、オノリス、はい、中期、中期、オノリス、はい、どうぞ。なんかすごい、大してすごくない、この入期、はい、
ごまな。ごまな、はい。ミスティックフォージ。はい、どうぞ。山札の上からアーティファクトを、山札の上をいつでも入れて、上からアーティファクトを唱えれます。はい。で、余ってた1マナで鍵。はい、おー、すごいいいのめくれたね。フェイワンで追放、はい、ランド、うんうん、で、オパールボックス、はい、1マナタップで、うん、アンタップ、はい、3マナで催眠の宝珠、はい、どうぞ。自分のパーマネントがアンタップした時に1枚切削できます、はい、終わりです。17アンタップでアンタップしたんで、1枚切削します、はい。すごいな、この周り。14まで、ダウスイボイドウカ、終わりです。これなんだっけ、まず、そっちの墓地にカード落ちたら全部追放。そうか。で、これ避けると、その追放したカード1枚使える。え、これあるとさ、うん、あれ落ちてもダメだね。え、こうはそうね、やばくない、まあ、やばい。4枚アンタップ、4枚、はい、4枚追放、4枚追放。これ山札アウトで負けるじゃん、俺。まあ別に負けはしないけど、触れない、はい、3、4でしょ。すごい、マジですごいな。そっち4枚、4追放、はい。ドロー、まずドロー、はい、なんだこれなんだこれボイドウォーカー強すぎるんだけど。ソリューション、ソリューション、え、追放、まあカーンとかでなんか授業持ってくるとかで追放で、はい、ウルザムの辺り、うん、まあ、なんか終わり、終わりでいい、はい、アンタップして一応削ったらできる、はい、まあ2枚落ちます、はい、削っても追放されてるだけだもん、うん、いや、アーティクトで一応プレイできるから。デスシャドウ、はい、デスシャドウ、はい、強リアニメイト、はい、5点、はい、終わりです。モノリス起こしときます、はい。モノリス起こしたら、起こしたら1枚、1枚、はい、ランド、うん、3枚、3枚、1、2、3で、ドロー、はい、2人、うん、1点、はい、なんなんこれ5マナ、1、3、4、青、青、はい、1マナでタップで、モックさんタップ追放、追放、はい、で、青マナ、はい、あ、でもう一回これ見る、そのマナで、はい、これ使って6マナにして、はい、X3、 ああ、どうぞ。これで追放されたら使えるのか、これ。うん、どれがこれで追放されたやつだ。まあでもスペルほぼないから、ない、はい、何も使えない、マジで。オパールモックス、はい、ちょっと待って、こいつやっちゃうかも、はい、ピンピン、はい、で、オパールモックス入れ替え、はい、です。3枚。第一。クリスト。はい。クリーチャー作って、最初クリーチャー破壊。自分に。はい。で、ナブロ。アタック。はい。はい。7で6、6、15点。強い。はい。死の影のパワーにやられたまさに。ダウスティはいろいろ解決してくれる素晴らしいカードだね。まあ墓地対策思考、ね、思考囲い悲嘆からのね、うん、一応これ墓地利用デッキになっちゃうんだよな。そうね、まあ利用しなくてもね、勝てるパターンあると思うけど、はい、物語でね、結構面白そうだな、この対戦。何回もできそう。いやー、なんか良かったな。でもモノリスがポンポンポンって大してね、すごそうで、大してすごくないね。モノリスのロマで出るから、やっぱロマいいね。アドバンテージ、うん、こっちしかめくれなかったよ。すごかったね。先行キープ。殺しやべえな、このマッチ。ありがとう。殺し2枚だ。殺しやばいね。やばい。誰を殺すねん。これか。イニシアの墳墓。
モノリス、はい、モノリス、はい、余ったマナで火、はい、タップして、あ、じゃあこれで、うん、タップ、はい、タップ、5マナ、神秘の炉、一緒じゃんさっきといや、さっきよりいいよ、はい、さっきよりいいよ、うるさい、やだな、セットして終わり。パンフ1枚になっちゃったよ。パンデスが。パンデス1枚です。はい。15枚。はい。サインオッツタ、はい、はい、活性、コスト分食らう、終わり、ドロー、追放、はい、あ、追放する、はい、結構食らうな、これ、しないもんね、うん、木使ってこれで4マナ、はい、ディフェンスグリッド、はい、妨害からグラブ、はい、で催眠の宝珠、はい、15、はい、これで2マナ出して6、はい、これ使って残り1マナ、タップ、はい、タップでアンタップ、はい、はい、で1枚出てる、はい、これ0で、うん、ターンでマイナスして、はい、ライオンの瞳持ってきて、はいはいはい、ライオンの瞳切って、はい、3マナ、青3マナ、はい、でこれ、うん、これ使って打って残りが青2と無色1、はい、でこれフラッシュバック、フラッシュバック、めんどくさいな、すごい回りくるできないしかし何も引かなかったってっていうパターンもあるから、全
然あるから、土地7枚でもね、可能性もあるから。土地が別に、はい、まあ、土地でも追放されてってるか、土地7枚、うん、はい、はい、巻き、はい、LED、うん、LED、はい、青マナ増やしながらワールモックス、はい、キータップしてアンタップで1枚入れる、はい、1枚、はい、で、青マナで神秘のロック、はい、で、1枚削った、うん、語るバリスタ墓地、墓地、はい、揃ったよ、うん、土地を置いた、うん、1マナ、2マナ、はい、モナリス、はい、で、パールモックス、はい、モナリス出して、モナリス違うモナリス、はい、違うモナで起きる、ストーンも数えてくれてるんだ、数えてここでね、うん、いっぱい、あとでどうせ50点もでカーン入れ替えて勝つでしょ、そう、じゃあ3マナ出して3マナでアンタップで、はい、これでこれで、はい、見る、はい、続いてね、こうで、無限制作だから3マナ出して4マナでカーン差し替え、はい、とりあえずこれモックス差し替えて、はい、マイナス3スタックでライオンズアイ手札切って、はい、青6個追加、はい、で霊気の貯蔵庫を持ってきて、はい、霊気の貯蔵庫を出します、はい、残り3アンタップ、はい、で切削、うん、3は出したアンタップで切削、はい、切削、うん、切削、切削、3マナ出してこれ唱えて、はい、これでここまでに唱えた呪文分プラス1、呪文分回復、呪文分回復24点、はい、29でまた3マナ出して玄武岩のものです、はい、でこれで25点元で30 25点元で54で、はい、この霊気の貯蔵庫の下のエルフで、はい、50点払って、うん、対象のプレイヤーに50点。はい、別着すごいでかくなっちゃうよ。うん。でも、でかくなるけど、ヤソがちっちゃくなっちゃう。はい。はい、ありがとうございました。無駄にな。これ、キルターン数で言うと結構早かったけど、うん。手数で言うと呪文数を。3ターン目。先行3ターン目。カード50回ぐらい取られてるよ、俺全部でね。ゲーム開始から。うん、そうね。すごいね、これぐちゃぐちゃしたい人におすすめのデッキです。回ったね、うん、2本目こっちも一応グリーフ再活性でいいハンドだったんだけど、気づいたらなかったから1ターン目が。モノリスが一番だって効率よく序盤マナ加速できるからさ、2マナランドからモノリスっていう一番いいのを2回、ね、まああとパージがね、ミスティックパージがあるかどうか、ね、モノリス機器パージまでいっちゃうと思う。そうだね、そうだね、かなり回ったんだ、はい、こんな毎回回ったら苦労しないわ、うん、とりあえずだから LED とあのエコーでとりあえず並べてこれセットでやって、とりあえず仕切り直しみたいな感じが結構ありそうだよね、うん、でだんだん増えていくみたいな。そう、まあロが強いね、このデッキはキーもいっぱい入ってるもんな。ロ強いね、マジで。おこけだ、黒ミドはどうなの。でも普通やで、どうだろう、ね、レガシーっぽくないよね。なんかいやまあでもやっぱ1ターン目に、まあ、こういうね再活性が強いよね、モダンにはない、まあ、グリーフ再活性とかして、まあ2ターン目でデスシャドウが出して殴っていくみたいな。確かにそのデスシャドウまで考えたらブリンクよりいいよね。そう、まあ、やっぱり、ね、結構噛み合いデッキではあるから、うん、グリスとかもねやっぱり単品カードではあるから、殺しがねきちんと打てるかどうかで、確かに、うん、殺しやばいな。こういうデッキもありつつ殺しが値上がってるのかもね。今1500円ぐらいするからね、これ。まあちょっと最悪ね少ないから、うん、仕方ない。ほぼ黒ターン、ほぼ黒で、緑がその、まあ、このヒエラルヒー教師が入ってるのと、昔カード、そのまあでも2マナで打たないからあんま変わんないけどね、負担が来やすいと。あとサイドボードなんじゃないのか、まあ、サイドいったらサイドにアンフね。そう、アンフやば、これ出てきたら終わりじゃんの。まあルロットでもいいからな、アンフ、モリチエ、スイビ、
強いね、クロタンよりは当然。まあだからグリ魔王だとカウンターとかになるし、ミュージアと着物が使えるみたいな、まあ、水尾が使えるのはでかいかもしれないけど、まあまあこのマッチアップで、ね、よくわからんところだったけど、クイジャデッキは結構強いかもね。確かに、うん、結構殺しとか打つと2ターン目からやっぱりでかい石の影立つから。そうだね、まあハンデスからのその決定力もあるから、うん、割とコンボ相手もいけるっちゃいけるし、そんな感じですね。そんな感じですね。はい、ということで普段あんまり見ないね対戦組み合わせの対戦で遊べて動画ができてハッピーでした。今後もマジックの対戦たくさんやっていきますので、ぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。皆さんの Twitter、Twitch もチェック応援お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。